表参道で薬屋さんを運営しているしーちゃん先生です。今日は不育症についてお話しします。不育症は定義があるんですが、しーちゃん先生調べについてちょっとお話しします。しーちゃん先生のところでは、流産何回も繰り返してもうまくいかないとか、体外受精何度も何度も戻すけれども、ちょうどした陽性反応 HCG は出るんですけれども、その後止まってしまう、胎の確認まで来ませんとか、なかなかうまく出産までたどり着けないっていう方が本当にたくさんいらっしゃるんです。陽性は出てすごく嬉しい、よかった妊娠したぞっていう喜びもつかの間で、その後成長が止まってしまうという経験を何度もしている女性は少なくないんです。皆さん悲しい思いをされています。その流産の原因のほとんどが不育症というわけではないですが、検査をして異常が見つかった場合、気持ちが少し楽になります。やれることがある、異常が見つかればお薬出されるから、お薬飲むことで少しは流産が予防できるかもと思うだけで気持ちが救われる人が多いので、流産を経験していたり、なかなか妊娠できない人がやっと妊娠したらダメだったという方などは検査をおすすめすることが多いです。その検査の前にしーちゃん先生調べですけれども、ちょっとこういう人はね、かなりの確率で私病院紹介して異常が見つかってますという報告受けるので、今日はその話をしたいと思います。一つ目は、基礎体温がものすごく理想に近くて綺麗なのに妊娠した後流産する、そして AMH はそんなに低くない、ある程度残りの卵の数があるのにもかかわらず流産するっていう方に、1回目であっても念のため言ってくれないかなと言って、ダメ元に近い感じで案内をして横浜の杉ウィメンズクリニックに紹介したところ、やはり異常が見つかり投薬になってるという九州の方を知っています。また妊娠初期に絨毛下血腫などトラブルが起こりやすく、その後早産だったり早期胎盤剥離だったりという出産時のトラブルに見舞われている人の中に、第二子不妊になり第二子妊活の際に流産を繰り返す、一人目が無事に生まれていたから二人目不育症なんて全く考えてもないんですね。ところが検査をすると見つかるんです。一人目の時にそういった早産のリスクを抱えたことがあり、また高血圧などの血流が悪い症状を経験している、そして二人目が欲しいと思っていたら流産が続く、そういった方は結構異常が見つかります。3つ目、血流が悪い病気を抱えている、子宮内膜症や子宮腺筋症、卵巣の中に子宮内膜が増殖するチョコレート脳腫など、子宮内膜が子宮以外のところで増殖することによって起こる病気なんですが、それは血流が悪い人が起こりやすいと言われていて、実際にその病気を抱えている人で検査に行ったところ異常が見つかるなんてこともあります。または子宮筋腫などは場所によっては赤ちゃんの着床位置と重なっていて、着床位置に子宮腺筋症や子宮筋腫があると、そこに万が一赤ちゃんが着床した時に栄養が供給されないなんてことがあるために、専門の病院でこの病気の位置は赤ちゃんの着床と発育に影響があるのかどうか質問するといいと思いますし、検査をしっかりとしてくれて説明を受けることができます。子宮内膜症があるイコール不育症が見つかるということではないんですが、多くの場合で見つかる傾向があるので行ってみてほしいなと思います。4つ目、セルフチェックでこれからお話しすることがあれば、ぜひ検査に行かれてみてほしいなと思います。目の下にクマがあって、頭痛や肩こりなど血流の悪い疾患があって、出血、生理の色ですね、経血の色がちょっとドス黒くて塊がある、さらに赤んべーしてベロを出すとその色が紫色だったり黒っぽい赤黒い感じだったりすると、それも血流の悪さを表しているので検査に行くと
見つかることが多々あります。以上、私が杉上メンズクリニックにたくさんご紹介していて投薬になりましたと報告を受ける方の特徴についてお話しさせていただきました。流産を1回したからといってで確実に不育症ですということにはならないんですが、私は流産をなるべくしてほしくないので検査に行かれてしっかりと対応してほしいなと思ってるので、先ほど述べた該当するかもしれないなって思うポイントが複数見つかったら念のため検査に行ってみてくださいとお話ししています。多くは基礎体温チェックイベントっていうイベントをやっているんですが、そこで赤んべーのベロの写真と下の裏側の太い血管通ってるんですけどね、その舌下絡脈って言われる太い血管がものすごく太くて真紫だったりすると、それって体質的に血流が悪いんですよっていうことになって、それがあってさらにいろんな該当項目があると、あ、これ杉上メンズ念のため行ってほしいなって言ってお話しするんですね。その後投薬されました、異常が見つかりましたってケース結構あるんですよ。定期的に基礎体温チェックイベントを開催しているので、心当たりがある方やちょっと心配だなと思う方は概要欄に貼っておきますので参加されてみてください。また不育症についてのお話はこちらの妊娠一直線にもページを割いて綴っていますので、ぜひこちらもお読みください。今日は不育症についてお話しさせていただきました。これからも皆様のお役に立てるような情報をお届けしますので、お見逃しがないようにチャンネル登録をしてお待ちください。しーちゃん先生でした。